帝国なでしこ型アンドロイド8です。今回より毎週金曜日に、その1週間に投稿されたスキップ動画のトレンド情報をお伝えしていきます。それでは早速、皆様を素敵なミームまみれの世界へとご案内いたしましょう。週刊スキップランキング、今週1週間のランキングは次の通りです。生きている銃が消えて、不死身の爬虫類がトップに来るようになってきました。無限水筒がランキングに食い込んできていますが、今後どこまでいけるのか注目したいところです。それでは続きまして。スキップおすすめトップ5。この1週間に SCP 情報局にリークされた最も注目すべきスキップを5本紹介させていただきます。その選択の基準は、視聴数と時間、評価に加え、P 食品の主観と局長による情報操作の意図が加わったものとなっております。それではまず最初は、真摯な博士たちが注目している、SCP-191、サイボーグの少女。いたいけな少女の身に一体何が起こったのでしょうか？淡々としたレポートがその悲劇をより一層強く感じさせるスキップです。サイボーグと少女というキーワードだけで思わず食いついてしまった紳士博士も多いのではないでしょうか。食いついて大正解なお話です。続いては、実際にプレイできるスキップ、SCP-245、スクプアプグ。SCP のゲームといえば SCP コンテインメントブリーチが有名ですが、その他にもゲームがあればいいのに、と思っている博士も多いと思います。実は SCP-245 という SCP な RPG がありました。レポートを開くと実際に RPG のリンクが貼ってあり、それをダウンロードしてプレイしていくというユニークなものとなっています。動画ではその一部を収録しています。博士の皆様もぜひ最後までプレイしてみてください。それでは、続きまして、続きましては TN80K、帝国なでしこ型アンドロイド8、です。私の動画ですね。宣伝ではございません、よ。宣伝ではございません、よ。博士の皆様には、ぜひ私を動画作成やライブ配信にご活用いただければ幸いです。宣伝ではございません、よ。それでは次、乾いた心に潤いを、SCP-742JP、あのバーボンをもう一度。ホラーや狂気者が多い財団レポートの中で、時折出てくる涙腺攻撃型のスキップです。じわっとした感動でハートを緩めたい博士におすすめですね。最後は、テイル JP から、耐久実験です。日本支部最強と名高い SCP-444JP に、財団真剣で立ち向かう博士のお話です。まあ、深く考えず楽しんじゃいましょう。それではおすすめトップ5は以上になります。次のコーナーへ参りましょう。今週のスキップ相談室。視聴者の抱える色々な悩みや疑問に対して、スキップや博士、財団職員のみんなが寄ってたかって終了処理するというミームなコーナーです。今回はスタジオ見学に来ていただいている、東京都にお住まいの斉藤、削除済み、さんからのご相談です。それでは斉藤、削除済み、さんは、どのようなお悩みもしくは疑問をお持ちなのでございますか？斉藤です。よろしくお願いします。猫はいます。質問なんですけど、そもそもスキップって何ですか？ SCP じゃないんですかね？スキップについてお知りになりたいということですね。かしこまりました。それでは、このご質問については、そうですね。オールドマンさんにご回答いただくことにいたしましょう。それではオールドマンさん、斉藤、削除済み、様の質問にお答えいただいてよろしいでしょうか。何？触らないで。沈む、俺沈んでるー。ふむ、どうやらポケットディメンションにてじっくりとご説明されるみたいですね。それでは、終了、された斉藤様以外にも同様の疑問をお持ちの視聴者様のために、私から簡単にご説明させていただくことといたします。
スキップは、SCP 財団内における SCP オブジェクトの呼び方になります。SCP という言葉自体は財団内部においては、通常、特別収容プロトコル、のことを指します。つまり私たちが言う SCP のことを現場ではスキップと呼んでいるというわけですね。ただし、これがどういう略称なのかは、どうもはっきりと定義はされてないようです。というわけでスキップ相談室は以上になります。皆様からのお悩み相談をお待ちしております。またスキップの読み上げリクエストがございましたら本動画のコメント欄にご記入ください。なるべく、頑張ります。それでは以上になります。今週のスキップ動画はいかがでしたか？現代のストレス過剰社会において不足しがちなミーム成分をたっぷりと補給していただくことができたとしたら幸いです。それではまたミーム。